自分自身を信じてみるだけでいい。きっと生きる道が見えてくる。大抵の人は本当は何がしたいのか心の中では分かっています。人生の目標を教えてくれるのは直感。ただそれに耳を傾けない人が多すぎる。運がいい人も悪い人もいない。運がいいと思う人と悪いと思う人がいるだけだ。夢中で日を過ごしておれば、いつかは分かる日が来る。人は心が愉快であれば、終日歩んでも嫌になることはないが、心に憂いがあれば、わずか一里でも嫌になる。人生の航路もこれと同じで、常に明るく愉快な心を持って歩むべき。樹木にとって最も大切なものは何かと問うたら、それは果実だと誰もが答えるだろう。しかし実際には種なのだ。私たちの生きているこの世で起こること、すべてには原因がある。これが因。起こった結果が果。因果応報というように必ず結果は来る。私たち一人一人が後悔しているこの人生の荒漠とした対応の中で、理性は羅針盤、情熱は疾風。人生は芝居のことし、上手な役者が乞食になることもあれば、大根役者が殿様になることもある。とかく人生を重く見ず、捨て身になって何事も一心になるべし。人生に失敗がないと人生に失敗する。人生という試合で最も重要なのは休憩時間の得点である。信念、それは人生を動かす羅針盤のごとき尊いもの。したがって信念なき人生はちょうど長路の航海のできないボロ船のようなもの。人生は難しく解釈するからわからなくなる。
1羽のツバメが来ても夏にはならないし、1日で夏になることもない。このように1日もしくは短い時間で、人は幸福にも幸運にもなりはしない。一人一人に天の使命があり、その天命を楽しんで生きることが諸生上の第一要件である。迷うということは一種の欲望から来ているように思う。ああもなりたい、こうもなりたい、こういうふうに出世したいという欲望から迷いが出てくる。それを捨て去れば問題はなくなる。死を前にした時、惨めな気持ちで人生を振り返らなくてはならないとしたら、嫌な出来事や逃したチャンス、やり残したことばかり思い出すとしたら、それはとても不幸なことだと思う。人生とは自転車のようなものだ。倒れないようにするには走らなければならない。明日死ぬかのように生きよ。永遠に生きるかのように学べ。時が物事を変えるって人は言うけど、実際は自分で変えなくちゃいけないんだ。未来とは今である。竹には節がある。その節があるからこそ、竹は雪にも負けない強さを持つのだ。悲しみが来るときは短期ではやってこない。必ず軍団で押し寄せる。人生はロマン。自分は不幸だと悩むのではなく、試練を与えられた物語の主人公だと思えば、人生をエンジョイできる。人間には不幸か貧乏か病気が必要だ。でないと人間はすぐに思い上がる。できることが増えるより楽しめることが増えるのがいい人生。毎日を生きよ。あなたの人生が始まった時のように。最後までご視聴ありがとうございました。またご視聴ください。
チャンネル登録、いいね、コメント残していただけると嬉しいです。またご視聴ください。